はい、皆さんこんにちは。山梨県立科学館の市川です。科学館の望月黒子です。はい、この動画ではお正月遊びの秘密に迫っていきたいと思います。実はですね、コツを知ってると簡単にできるものもなんかあったりします。なのでぜひですね、皆さんコツを盗んでいろんな人に自慢してみてください。では早速探っていきましょう。はい、では最初はこちらからやっていきたいと思います。皆さんこちら何だか分かりますか？これはだるま落としというんですが、この小槌を使って下のパーツを横にね飛ばしていって、倒れずにそのまま残っていれば成功というゲームになります。ではじゃあ早速ちょっとやってもらいましょう。お願いします。はい、失敗してしまいましたね。というまあね、ちょっとね今のはわざとらしかったですが、まあ実はですね結構だるま落とし難しいです。じゃあどんな力が働いてるのかなっていうと、実はこのねパーツを打つ時に打ったパーツが飛んでいくのに対して他の部分はそこにとどまろうとするんですね。まあこのような力は難しい言葉で慣性の法則なんて言ったりするんですけど、なので他のパーツに当たらないように真横から打ってあげると成功率高くなります。ということでじゃあちょっとねぜひもう一回やってもらいましょう。皆さん注目してください。とまああれまたね今回も失敗してしまったんですが、そうなんですね、実はもう一つだるま落としをね成功させるには必要なことがありました。もう一つは何かというと、摩擦という力を弱くしてあげることが大事なんですね。このパーツ一つ一つがこう接してる時に抜けるのとは反対向きに摩擦という力は働くんですが、実はその摩擦は早く抜いてあげれば抜いてあげるほど弱くなります。なので次は真横から素早く抜いてあげるとだるま落とし成功してくれるはずです。ではちょっとやってみてもらいましょう。じゃあ準備できましたので、ではお願いします。はい、ということで無事ね真横から素早くやるとだるま落とし成功するので、皆さんもぜひやってみてください。で次はですね、このだるま落としと同じように素早く動いていることで実はね安定するものがあるので、そちらの方を紹介していきたいと思います。ということで次はこれです。コマです。コマも実は動いていることがとても大事なことになるんですが、じゃあちょっと一回回してみましょう。いきます、せーの、よし。はい、この時見てほしいのはですね、このようにつついてもなかなか倒れないというところなんですね。じゃあちょっと一回止めてもらいましょう。はい、止めてください。じゃあ止めた後、今みたいにじゃあ立ててツンツンつついたらと、つつく前に倒れてしまいましたね。ということで実は回ってるのがすごく大事なポイントでした。はい、ではじゃあちょっともう一回回してみるので、今この時何が起きているかというと、この回っていると実は回っている向きから乱れにくくなるっていう性質があるんですね。まあ、ちょっと難しい言葉でジャイロ効果なんて言ったりするんですけど、身近なところでは皆さん自転車乗る時ね、漕ぎ出すまではすぐ倒れちゃうと思うんですが、漕ぎ出すとね安定してまっすぐ漕げると思います。まあ、そんな風にですね、実はこのジャイロ効果さらに速ければ速いほど安定するっていう性質もあるので、ぜひね倒れちゃうなと思ったら頑張って自転車漕いでみてください。では次はこの回転をうまく利用してお正月のある遊びをちょっと簡単にしてやってみたいと思います。ということで次はこれです。はい、このけん玉ね、けん玉を今からやってみたいと思うんですが、皆さんやったことありますか？まあ、ここのねお皿に乗せるのはまあねちょっと頑張れば皆さんできると思うんですが、やっぱり一番はここですよね。ここにスポッとはまるのがね皆さんやりたいと思うんですけど、なかなかうまくいかなかったりします。でちょっと一回やってみましょう。
いきますよ、せーの。というようにですね、やっぱりなかなか難しいんですよ。っていうのもやっぱりボールが途中でこういろんな方向を向いてしまうので、この穴にねうまくこう入れてあげるのは難しいんですね。では皆さん思い出してください。さっき回ってるとその向きのままになるという話をしました。ということで今からこの球を回してからもう一回やってみたいと思います。ではいきます。ではいきます。というようにですね、はい、入るんですよ。っていうのもやっぱり回してあげたことによってちゃんとね穴が下の向きを向いてくれたまま上に上がっていきます。なのでね、さっきに比べるとかなり比較的やりやすくなるので、ぜひね皆さんもやってみてください。まあね、本当に上手い人は回さなくてもできると思うんですが、これ、ね、回してあげると最初はね成功率高くなります。で、まあこういったボールをね使った遊びっていうのが、まあお正月遊びには他にもあるので、次はまた違うね、はい、玉遊びしていきたいと思います。次はこれです。はい、こっちじゃないですよ、こっちですね。はい、お手玉です。まあ、お手玉っていうとこうやってねこう投げてキャッチしてを繰り返しね、こうやって遊んだりとかしますよね。まあ、ちょっとね今日は頑張って3つやってみたいと思います。こう3つねこうやってやってあげるとこう入れ違いにできるということなんですが、じゃあちょっとね、あ、はい、ここで皆さんに見てほしかったのは全く跳ねないというところなんですね。でお手玉っていうとですね、実はこう落としても全然跳ね返ってどっかに行ってしまうことがないので落としても安全なんですね。まあ、これはですね実は参考にされたものがあります。何かというと、はい、小惑星に行ったハヤブサがですね、こう小惑星に印をつけるときに跳ね返ってきちゃうと印がつかないので、その時につけてあげるターゲットマーカーっていうのがですね、実はお手玉を参考にしたって言われるぐらい、お手玉っていうのは全然跳ね返ってこないですね。逆にこう跳ねて遊ぶようなこういうマリネ、まあ今日はちょっとこれはあの飾りなので全然跳ねませんが、まあ、こういったマリなんかは逆に跳ね、こうやってついてね遊んだりするので、逆に跳ねてくれるようにできてます。まあ、今でもまあマリのようにね跳ねることで遊べるものっていろいろありますよね。まあ、スーパーボールなんかもありますし、特にまあテニスなんかのねスポーツなんかはボールが跳ねてくれることでこうやってねラリーが続くようになってます。あと、まああれ、そうですね、テニスに似た競技で、まあ、バドミントンなんていうのがありますが、あれはなんでテニスよりも近い距離であんだけ早く打ち合えるんですかね。ということで次はあのある遊びをやってみたいと思います。はい、ということで次はこれです。羽子板です。じゃあこの羽子板はちょっとねお二人にお願いしようと思うんですが、ちょっとね自己紹介お願いします。はい、山梨系列感覚館のゴミです。お願いします。はい、ということで今からこの羽子板をちょっと二人にやってもらうと思うので、じゃあ皆さんよく見ていてください。まあ、この距離感で普通のね丸いボールを打とうとすると、打ち返すのが難しいと思うんですが、じゃあなんでこの距離でもラリーが続けられるのかというと、この羽にポイントがあります。バドミントンも羽つきもこのように羽のおかげで空気抵抗を増やすことによってうまくねブレーキがかかってます。なので途中でね減速してくれるので、この距離でもラリーすることができてたんですね。はい、ということで最後はタレントと同じように空気抵抗をうまく使っているものを皆さんにご紹介したいと思います。では最後はこのたこ揚げです。
このたこ揚げがさっきのね空気の話とうまくつながってくる部分なので、ぜひですね、じゃあちょっとたこ揚げてみてどんな力が働いているのか見てみましょう。じゃあちょっと早速ちょっとねたこ揚げてみてください。どうぞ。まあ片方ね今すごく上がってますが、もう片方なんか全然上がってませんね。ということでまあね、これはまあ開けての問題なのかなというふうに思いますが、実はこのタコ一箇所だけ変えてあります。そのせいで上がるタコと上がらないタコになってるんですね。ではどこが変えてあるのかちょっとね見てもらいたいと思います。この紐をつける位置が少し違っただけなんです。はい、タコが飛ぶためには揚力というものが生まれなくてはいけません。で、それを発生させるためにはタコが傾いてる必要があったんですね。で、どちら側に傾くかというのがですね、この紐をつける位置で変わっていました。タコは傾いてるね向きが大事になってきます。ぜひ皆さんが作る時も自分の手前方向にねタコが傾くように作ってみてください。はい、まあここまで見ていただいて、やったことねある遊びや、まあ、ない遊びなんかもいろいろあったと思います。ぜひですねお正月遊び参考にしながらやってみてください。ということでこれでおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。バイバーイ。